回のたなつむ響きスタイルの企画ねえ、失礼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 やんの、なんだって、カッカチュー、テイク2、はいよ、企画は、うん、こちらの対決を行います。ビリビリ大乱闘スマッシュプレゼン、ビリビリ、そうなのよ、ビリビリ、ね、こちらもちろんスマブラ、みんな大好きスマブラ、スイッチのスマブラで遊んでいこうと思うんですけどねえ失礼なんか思うんですけど、暴れないで大丈夫、そう思うんですけれども、はい、普通に対決するのではなく、うん、なんと、うん、ビリビリがこちらにご用意されています。だってこれさ、リアルガチよ、うん、ほらリアルガチよ、ほんとよ、電気好きな人、うん、嫌い、あ、嫌いな人、うん、はい、ねえ対決中に 20% ダメージを負うごとにどんどん電流が強くなっていくというシステム未知数だわ、電気なんて、だから、うん、パーセンテージが低いうちに倒そうになるか、うん、そういうことね、そう、上がっちゃったら、うん、もう痛え無理ってなって一回死んじゃうのも、ああ、そういうこと、ゼロにあれするってことね、そうそうそう、リセットさせるってことね、そうそうそう、むしろこれさ、協力してどっちかが早く死ねば終わるんじゃね、刻まれたってことでしょ、しかしだ、だ、うん、しかしだ、なんだ、今回はですね、あのストック制の2人での対決になります。チャンキさん、うんうんうん、先に負けた方は、うん、バチキン、あ、そういうのがやっぱあるのねじゃあビリビリしながら頑張れってことだね、うん、準備万端やんけ、あ、いつでもいいわ、どんどんつけなきゃ、トウの下あっちにあるよ、ほらどこが痛くないんだろう、それね、痛くないところがいい、まあ、うん、それではスマブラやっていきましょう、チャレンジする、でも好きなやつがいっぱいいるんだよ、こちら遠野さんが 1P で赤い方でございます、私が青でございますよっと、あ、もうさ、ゼルダの伝説、あ、スイッチ買ったんだもんね、そうなの、ゼルダやってほしい、本当にゼルダの伝説っていうオープンワールドのやつがあるんだけど、うん、おすすめよ、へー、あ、でもね、ファイアエンブレムもやってほしい、マルシ様、うん、あ、でもさ、動物の森三月に見られた、あ、ね、聞いてよ私はカービィにするぞ、でもやっぱさ、うん、フォックスめっちゃタイプ、フォックスにしよう、頑張るわ、おちなみにスイッチを買ったといっても注文しただけでまだ手元にございませんので、待って、待って、怖い、だってもうこれ始まるでしょ、ビリビリ、ちょっと待って、あ、やばいよ、ねえ、怖い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 、だってもう受けない、これ何？何パーセントにさ、あれすんだっけ？なんか投げたよ、わし。何パーセント受けることにさ、ビリビリすんだっけ？うまい！待って！なんかちょっと待って、なんかさ、うるさい！うるさい！待って待って待って！痛い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 ！痛かった、あれやばい、なんでこんな痛いの、なんで勝ったの私
冷たい。やばくない？ヒヤヒヤなんだけど。生命の危機感じて。ね、やっぱ。え、何？終わったのこれ？終わった？終わったの？え、トーム一回も死んでないんじゃないか？一回も飛ばされてない。え、強い！トーム戦の勝利！イエーイ！会場会場！なんでそんな、どうした？何があった？あれ私特に多分攻撃もしてない気がしている、うん、えなんで、まあ、まあまあまあすごかったよ。すごかったね。すごい 耳と手が死にそうだ。でも健康になったんだよね。なったと思うよ。そういうことだよね。だからしかしもうちょっと健康を目指してもいいんじゃなかろうかということで、負けてしまったアリザちゃんには罰ゲームとしてマックス燃料を受けさせていただきます。今のはあ、じゃあマックスではない。はい、じゃあ今のマックスじゃない。じゃあペッタンしてくださいということです。え、あの、トーのトールさんビリビリゲット。ちょっとよし、怖い怖い怖い、容赦ないで。ドンキはどうやってやってたんだろう。え、どうやってやるのこれ。変なとこ押さんでよ。変なとこ押さんでよ。変なとこ押さんでよ。変なとこ押さないで。どう。でもね、まだ全然なんだけど、まだ全然なんだって。これどんだけやればいいのかな。じゃあこれ頑張っていただいていて締めますね。あーということで今日はここまでです。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと一回受けてみる。いいよ、いいよ。消えた。死んじゃうよ。え、どこであげるのこれ。死んじゃうよ。どこであげるの。どこ教えてあげない。ということで、このチャンネルは響きの誰かがどんどん更新しておりますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録お願いします。今日じゃあ片方リサちゃんつけて。やだ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 。だってこう同じさ、ちょっとどんだけ上げちゃうかさ、あなた加減もできなさそうだから。確かに。そう、自分も受けて。同じ体じゃないと出ない。あ、ダメなんだ。そういうこと、うん、これ一回だけ。じゃあ無理なんだよ。一回だけ。いや無理なんだよ。